名声、力、この世のすべてを手にした列強に対抗すべく、いざ開国近代化。江戸は滅び、天皇は東京へと行幸。王政復古、中央集権国家がここに権限。教育、電気、鉄道を走らせ、富国強兵。果てばよかろう、相次ぐ戦争。世はまさに大改革時代。とんかつ、それは日本中どこでも見かける国民的日常食。豚肉に衣をつけて揚げ、ソースをかけたシンプルな調理法ですが、それゆえにド直球のうまさがあります。こちらのお料理、パン粉を使っているので西洋から来たことは想像に難くありませんが、不思議なことに今も昔も現地に同じ料理は存在していません。つまり時代の流れとともに独自の進化を遂げて現在の姿になったわけですが、意外とその過程をご存じない方は多いのではないでしょうか。今回はとんかつの誕生と変遷を当時のレシピを作りながら探っていきましょう。なお、本企画はブルドックソース株式会社のご提供でお送りします。何を隠そう、ブルドックソースは洋食文化黎明期から存在している超老舗企業なわけですが、恥ずかしながら私ずっと海外企業だと思っていました。すいません。関東生まれの自分にとって、ブルドックソースは生まれた時からずっとそばにいる、もはや親戚みたいなもんです。主役としても隠し味としても非常に優秀な調味料なわけですが、改めて考えるとこの液体が何でできているのかあまり知らずに生きてきました。はい、ということで左からウスター中濃とんかつになりますけど、結構色味も違うんですね、改めて見ると。まあしかも濃度というか粘度に至ってはまるで違っていて、ウスターはこうサラッサラですね。そして中濃になると結構とろみがつきます、一気に。まあそしてとんかつに至ってはもうかなりとろみがありますよね。原材料はどれも野菜とフルーツがベースで、そこにお酢とか砂糖に香辛料も加えてますね。まあそれぞれ配合の違いで味やとろみが変わってくるんでしょうかね。しかしウスターソースにだけ煮干しエキス入ってるの面白いですね。じゃあまずはウスターから。うん。でまあなんかこう初めにパッと浮かぶのは串揚げですよね。うん、串揚げのソースです、個人的にはね。あとはやっぱりその自分は調味料としてすごく隠し味に入れることが多いので、ウスターは、うん、そのこの2つに比べて粘度も低いっていうのもあるし、なんかこう味にパンチがあるので隠し味にしやすいですよね。じゃあお次はウスターソースの対極とも言っていいとんかつソースですね。いただきます。うん、まあ本当に対極というか、甘みが本当にガツンときて、口当たりも柔らかくてまろやかで、まあ塩用途はもちろんそのとんかつも使えますし、あとはお好み焼きとかのね、うん、お好みソースっていう感じもしますよね。うん、まあ、あとはデミグラスソースのベースとかも結構これが使えたりしますから。そして最後に中濃ソース。うん、まあ、やっぱりちょっと中間っていう感じはしますよね。濃度もこうスパイシーさも甘さもやっぱりバランスに優れているっていう形はしますね。まあ、この2つがなくても、まあ、中濃1本あればどうにかなるみたいな、なんかこう助っ人感はありますよね。うん、ということでブルドックソースシリーズ、今一度手に取っていろいろとご活用ください。それでは話をとんかつに戻し、時を幕末から明治初期に戻しましょう。当時は黒船とペリーが来日し、いざ開国、幕府滅亡、内戦勃発と、まさに大改革の時代に突入していました。日本としては西洋諸国の発展と脅威を本格的に目の当たりにして、とにかく彼らの制度や技術を取り入れ対抗することが目下の課題となったわけです。その流れはもちろん食文化にも当てはまり、明治4年には明治天皇が肉食解禁令を発令し、国民の体つき向上を図ろうとする動きも見られます。日本人は7世紀に天武天皇が食肉禁止令を発令して以来、基本ジビエ以外の肉は食べず、植物と海産物だけで暮らしていましたから、体つきは現代日本人より一回り小さかったとされています。そんな状況の中で2メートル近いペリーを見たら、そりゃさぞかし焦ったことでしょうよ。こうして西洋の食肉文化と名物料理が入ってくる流れの中、とんかつもまたフランスからコートレットとしてやってくる形となりました。試しに明治中期に発行された当時を代表する西洋料理本、軽便西洋料理法指南を見てみますと、すでに豚カツレツという名前で登場しています。調理法はロース肉を叩いて伸ばして塩コショウ、さらにメリケン卵にパン粉をまぶし、油の中でゴニョゴニョゴニョといった具合です。まあ正直言うほど現代の調理法と変わりありませんね。ただ極端に異なるのはソース。この本には我らが想像する茶色いソースは存在せず、代わりにトマトソースなるものが登場しています。カツとトマト、相性想像できませんが、せっかくなんでどんなもんか作っていきましょう。ということでまずは玉ねぎ、こちらをみじん切りにしていきます。
そして人参もみじん切り。玉ねぎも人参もトマトも江戸時代に長崎から入ってきていますが、当時はまだまだ相当に珍しい野菜だったに違いありません。そしたらこちらをバターでソテーしていきます。焦がす必要はないので弱火でじっくりと炒めます。あとはここに湯むきした赤茄子、トマトを加えます。これをヘラでしっかりと潰し、水を少々加えたら15分程度煮込んでいきましょう。そしてこちらを裏ごし。ミキサーがない時代ですから何をするにも人力で裏ごしです。あとはここに塩とブイヨンを加え、さらに固く茹でた豆をさっと煮込めばトマトソースの完成です。お次は主役の豚カツレツ。まずはロース肉を適切な厚さに切り分けていきます。そしたらこれを叩く、引くほど叩きます。書籍には小口より薄くと書かれているので、おそらく5ミリ程度までは伸ばしていると思います。もはやせんべいですね。あとはこちらに塩コショウを振って現代と同じ順番で衣をつけます。しかしつなぎの卵が卵黄だけなのはなぜなんでしょうかね。卵白はお菓子で使うんですかね。ということでメリケン粉をしっかりと振って叩いたら、卵にディップし、さらにパン粉を強く押し付けておきます。それでは本調理、160度程度の油で揚げていきましょう。油の量はギリギリ肉が浸かる程度とされているので、これは西洋カツレツの調理法を採用していますね。まあそもそも当時の油は高級品ですから、ジャバジャバ使えないのもあったとは思います。西洋式カツレツの難点としては、どうしても油の温度にムラができるので、対策として常にフライパンを揺すって均一に仕上げましょう。そして仕上げにグッと温度を上げて衣をカリカリにすれば完成。カツは立てておくと油切れが良くなります。あとは付け合わせのフライドポテトもサクッと揚げておきましょう。そして仕上げの盛り付け、こちらは特に指示がなかったので、ソースはやや多めで皿に塗っておきます。それではいただきます。うまい、非常に美味しいですね。うん、いや、とても美味しいですよ。はい、うん、まあ、正直その現代人の我々が食べるとんかつとはかけ離れてますね。うん、お味が本当に、まあ、カツレツっていうか本当に美味しいですね、これ。うん、本当に美味しいわ。やっぱりそのイタリアのミラノ風カツレツしかりなんですけど、ここまで叩くと、そのなんて言うんだろうな、肉感というよりは正直その衣を食べてるっていうイメージですかね。うん、トマトソースもね、抜群に美味しいですね。うん、豆もすごく相性が良くて、すごく計算されて完成された一品って感じがしますよ。ただこれをね、当時のそのまともにそのね、ガスコンロさえないご家庭でこれを作るっていうのは不可能ですね。やっぱり当時はその一部のその割と高級めのね、うん、レストランでこういったものが食べられたっていう形なんでしょうけれども、都市部のね。いやでも本当にこのトマトソース美味しいですよ。うん、ただそのすごく優しい味なんで、まあそれこそパンチ入れたかったらね、いやソースとかね、混ぜたら美味しいと思うんですよ。ちょっとだけ混ぜていいですか。ちょっとちょっとマナー違反かもしれないんですけど、ちょっとだけちょっと混ぜてみてね。ちょっとこれでいただいてみましょうか。いただきます。あおうまい。やっぱうまいっすよ。まあ、やっぱその味のね、ベースの補強としてソースはものすごい優れてるんですよ、本当に。うん、あらゆるもので使えますよ、ウスターソースは。まあウスターソースじゃなくても全然、中濃でもとんかつでもいいんですけど、やっぱりそのね、うん、完成された味になるんですよ。まあ使う量はね、間違えないようにね、あんまり使いすぎると完全にソース味になっちゃうんで、あくまでもちょびっと入れるとすごくこう味が引き締まりますね。うん、いやでもすごい、なんか勉強になったな、これ作ってよかったな、本当に。うん、すごい美味しいですよ、これ。うん、いや、わかんないけど、僕これ相当好きですよ。この料理。ということで前編はここまで、後編お楽しみに。それではまた。意外と付け合わせについてるパセリめっちゃ好きなんですよ。パセリうまいですよね。